今回のね工事で一番すごいのはなんと何も買ってないってことですね。すべてあるものを利用してます。全然ちっちゃいやこれ。この辺の板を使いたいんだけどな。これでいけるか。部分的にはいけるな。はい、ここがね廃材廃材っていうかこの残ったやつね。これ前回のこれ使えそう。もうこうなったら意地で買わずに行きますよ。もうたださ今ねお小遣いなくて困ってるので買いません。これサイズ合ってくれたらいいんだけどな。これを組み立てます。4センチ下に残してこうしてそしてこう。今回は徹底してリサイクル、ネジも再利用してますよ。こんなところにエアコンがよいしょしまわれてました。これで入るか。本当にちょっと逆だけど。でね、切り口は切り欠きを作るということで、ああそうか、切り欠き結構作らないとダメか。だってこれどう考えてもこの辺まで削らなきゃいけないじゃん。この辺まで削らなきゃ。ここかよ。エアコンダクトを抜くところ完成。蓋も完成。これで、こういう風にしておいて最後にここでパチンと止めてここで微調整できるというね。多分これぐらいだと思うんですけど、蓋ができるようにします。バカだ、切るところ間違えた。全然逆だったよ。向こう側だ。アホだ俺。もう、あ、なるほど、俺頭いいわ。ひらめいた。ひらめいた。この板をさ、これ外してさ、
こっちとひっくり返して入れ替えればいいんじゃん、同じなんだもんね。頭いいなまあまあ頭良かったら間違いないんだけどね。もう本当に俺うかつ。危ねえ、これぐらいね。はい、一個固定できた。サイズはいっぱいあります。でこいつをこの辺なんだよね。よいしょ。そしてこういうことですな。こういうことですね。なるほど、これいいじゃないですか。ちゃんとほらここでね、あのエアコンのダクト中のケーブルをちゃんと逃がす場所も上のベッドまで上がっていきます。よっしゃ、ここまでできてきました、ここにエアコンの室外機を入れていずれここに穴を開けます。でここにあとはね、ここに格子をどんどん入れていきます。真ん中に柱も立ててね、でベッドを作るということで、どうやら今日中にベッドまでは行きそう。頑張りましょう。あともう少し。これでベッドの、こう引くところのね、上のこれが全部出来上がりました。あとはここに板を張ってマットを引いたらもうベッドの完成です。こんな早く行っていいのかな、怖いねベッドの上のやはり板合板がやっぱり、丸々あの大きさのものがなかったので2枚今から買いに行きます。ここまでね1円も買い物せず頑張ってきたんですが、やっぱり無理でした。とりあえず合板2枚だけ買っちゃいます。
合板2枚、1枚1280円でした。さあ今からが今日の最大のミッションでございます。ここまでかな。635の それぴったんくいい、うん、いいじゃないですか、うん、ちょうど。そしてここ半分残してるね、載せるところね。ちょっとこっち出っ張ってるけど、お前か大丈夫か、塗ってるね。あ、やば、入らへんで。よいしょ。おお、おっと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 っどうですか。おお。俺ちっちゃめに作ったのにな。なんで大きいね。意味わからん。怖いな。果汁？うん。ちょっとこっち側かな、まだな。うん。借り主が入れてないさ。あ、で2人でちょっとこうしゃがんでいろんなとこ歩いてみようか。あ、なかなか絶対バキって全然ええよ。いけるやん、大丈夫やん。よし、頭がこんなんや、ギリギリや。うん、なんとですね、今回ベッドがとりあえずはできました。思ってた以上に今回は順調に進んでおります。あとはね、この下の方ですけども、ダイニング部分、M 子と僕が座るダイニング部分を作って、テーブル作ったりとかして、もうそれでおおよそ完成ですよ。うん。あと最大の問題が一つあってね、ここの上のクッションなんですけど、あのね、ランタン、キャンプバーランタンの お母さんの、マスターのお母さんの、テルミに作ってもらったやつがね、あるんですけども、あれをね、再利用するんですけども、ぴったりはまんない可能性があって、いろいろね、そこら辺がちょっと苦しみそうかなと、今思っております。でもまあ、もうね、
ダイニングもあともう1回の工事で多分おおよそ形にはなると思うので、細かいところはこれから微調整していくにしても、キャンプも行けるかなというふうな段取りでございます。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた来週、来週じゃねえか、また明日